とりわけ放送における表現の自由といいますか、政治的公平の問題を考えるということで、ちょっと緊急に記者会見を設定させていただきました。急なご連絡にもかかわらず、多数お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。私は今回の発起人の一人であります、雑誌放送レポート編集長の岩崎と申します。それじゃあ、発起人の面々を自己紹介、じゃあ、向こうの砂川さんの方からよろしくお願いします。発起人の、一人でございます。メディア総合研究所の所長をやっております。それから立教大学で、教員をしております中と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私はアジアプレスの渡井と申しますが、今日はですね、ちょっと、アジアプレス大阪事務所の石丸二郎が今ちょっと海外取材に行っておりますので、代理で出席、後でメッセージを読み上げます。はい、同じく発起人でジャーナリストで、法政大学の教授をしています水島と申します。よろしくお願いします。今回発起人を務めます、ジャーナリストの坂本守です。放送については昔放送批評の最後の編集長をやりました。それからギャラクという雑誌があるんですが、放送批評懇談会、編集長は資格8年ぐらいからやりました。今あとは日大の芸術学部放送学科でも教えています。よろしくお願いいたします。それじゃあ今回 の, 緊急メッセージにつきまして、じゃあ発起人代表、あ、そうか、発起人ね、このほかですね、お配りしている資料にありますが、発起人としてはですね、代理は石丸先生、毎日新聞で今TBS ニュース23のアンカーマンをされています岸井重忠さん、それから元共同通信の編集主幹でジャーナリストの原俊夫さんが名前を連ねていただいています。お二人ともちょっと今日はご都合によりご欠席という連絡いただいています。では、メッセージの内容につきまして、発起人坂本の方からご説明を申し上げます。はい、とりあえず読み上げます。1枚目の紙ですが、緊急メッセージ。放送局は言論報道機関の原点に立ち戻り、表現の自由を謳う放送法を尊重して自らを立し、民主主義を貫く政治選挙報道をすべきです。政治的な圧力を恐れる自主規制によって必要な議論や批判を避けてはなりません。政治家も錯誤に満ちた要望書を放送局に送るような愚行は慎み、放送が伝える人々の声に耳を傾け、放送を通じて堂々と政策を議論すべきです。言うのはいいね、やっぱりね。2014年11月下旬、在京テレビキー局の編成局長、報道局長宛てに自由民主党筆頭副幹事長、報道局長の連名で、選挙地域における報道の公平中立並びに公正の確保についてのお願いと題する文書が送られました。このお願い文書によって、今テレビの報道現場ではかつてない萎縮ムードが蔓延しています。政権与党からの政治的な圧力と受け取ったと証言する放送局関係者がいます。解散総選挙をテーマとする討論番組で、ゲストの質問によって中立公平性が損なわれる懸念から政治家以外のゲスト出演を取りやめたケースもありますと。今回のお願い文書には次のような問題があります。 1. 中立という誤った考え方を放送局に要求、対立する両者から等しく距離を置き、どちらの見方もしない中立は言論報道機関が必ず守るべき原則ではありません。仮に政党 A が独裁政治を目指して政党 B と対立すれば、民主主義社会の言論報道機関が政党 A を批判して当然です。健全な民主主義の発達を謳う放送法の主観は、放送局は政党 A を必ず批判しなければなりません。 2. 放送の政治的な公平を番組単位で要求。放送法が放送局に求める政治的な公平は、単一番組で必ず実現すべきものではありません。政治的な公平は一定期間に流された放送番組全体で判断すべきです。このことは放送を所管する総務省旧郵政省の過去の答弁からも明らかです。すいません、ここ一箇所誤植です。もが抜けています。答弁からもと、もう一言入れてください。明らかです。3. 街頭インタビューなど、取材報道の公平中立を要求。
街頭インタビューに答える人々の声は場所によって偏って当然です。企業城下町の都市と大震災の被害が深刻な農業村では生活の苦しさや政治や行政への期待が違うはずです。仮にそのインタビュー結果を放送局が操作し政府与党の政策への支持不支持のバランスを取ったらこれは事実を曲げた報道であり捏造というべきです。こうした錯誤に満ちたお願い文書を流された放送局が政治的な圧力を恐れ番組のテーマ設定や出演者設定で過度の忖度や自粛をすれば視聴者に分からないままに事実上放送番組が政党から干渉され規律されることになりかねません。今や放送法第1条が謳う放送による表現の自由や放送が健全な民主主義の発達に資することが危機に瀕していると私たちは考えます。放送局は言論報道機関の原点に立ち戻り表現の自由を謳う放送法を尊重して自らを律し民主主義を貫く選挙報道をすべきです。政治的圧力を恐れる自粛性によって必要な議論や批判を避けてはなりません。政治家も昨今に満ちた要望書を放送局に送るような誤惑を慎み放送が伝える人々の声に耳を傾け放送を通じて堂々と政策を議論すべきです。私たちはの社会はメディアの中立とは何か政治的な公平とは何かについて一層議論を深め合意を形成していく必要があります。2014年12月11日表現の自由と報道を考える会合にて署名はこの7名がしましたがお名前は先ほど出ましたので略します。以上です。ではじゃあ関連して、ちょっと壇上のあのものから発言をします。じゃあ砂川さんの方から順番にどうぞお願いします。今回このメッセージに込められている内容に加えてですねやはり新聞報道等でこの問題は報じられているわけですが、一般の視聴者国民からすると放送で全くこの問題が報じられてないということになりますと、逆言うと放送しか見ていない、テレビしか見ていない人にとってはこの問題全く伝わらないわけでして、そうすると結果的に自民党が出したものが、聞いているというふうに聞き目があったというふうに思われてしまうわけですね。でそうすると結局、表現の自由って放送法には書いてあるわけですけれども、それを放送局が自ら、自分で自分の首を絞めてしまう結果になりますので、やはりこういった問題をきちんと報道していくということがむしろ表現の自由にとっては大事だということがあります。それから放送法今日配られているものの2ページに放送法の4条というのが、記載をされていますが、その中で政治的公平というところだけがクローズアップされますが、その次のですね4項に意見が対立している問題についてはできるだけ多くの観点角度から論点を明らかにすることというのも並列的にあるんですね。つまり総選挙のように国民にとって多くの課題があることはむしろこの政治的公平の次にある論点の多角的提示といいますが、ここもきっちりと放送事業者はですね、気をつけるというか意識をして報道することが実は求められているところでもありますので、そういった意味でぜひ放送局が報道していくことの意味というのをもう一度放送局の皆さんには考えていただきたいというふうに思っております。以上です。アジアプレスの渡井と申しますが、発起人の石丸二郎のメッセージを読み上げます。何人かの方には、紙をお渡ししました。ちょっと枚数が足らないので後でもし、欲しい方は私に言ってください。石丸二郎の、メッセージ読み上げます。ちょっと強い文言ですが自由民主党は恥を知らなければならない。萩生田光一筆頭副幹事長名による放送局へのお願い文書提出について自民党の議員からおかしいとの声があったとは過分にして知りません。
常識で考えてこれはお願いというソフトな衣をまとった陰銀ながら露骨な言論介入に他ならず、民主主義国家の政治家政党がやってはいけない慎まなければならないことだという矜持すらないのでしょうか。はてな。昨日特定秘密保護法が施行されました。近い将来国家機密を不正に知ろうとした漏らしたという角で、ジャーナリストや情報提供者が逮捕される日が来るかもしれません。私たちの頭上に権力がスルスルと大きな覆いを吊り下ろしている、そんな感覚にとらわれることが最近たびたびあります。国際的に見ると日本は報道不自由国家、報道後進国に成り下がりつつあり、そのお先棒を担いでいるのが政党や政治家だと見られつつあります。とっても恥ずかしいことであることを知らねばなりません。最後に放送局で仕事をするプロデューサー、ディレクター、記者の皆さんに一言。ジャーナリストとして普通に当たり前に仕事をしよう。問題があれば取材調査し、それを社会に届ける。この当たり前のことを続けよう。何が中立公正かは政治家や政党にお願いされることでは決してありません。アジアプレス石丸一郎、以上です。法政大学の水島と申します。私はテレビ報道の仕事を30年ほどやっていたもんですから、今回のことで、テレビ局の現場で、どういうことが行われているかというのがですね、必ずしも、ピンとこない国民もいらっしゃるのかなと思って、あえて発起人に名前を連ねました。どういうことかというと、自民党は、公平中立公正ということを求めているわけですが、これは一見もっともなことなんですね。で、もっともなことだからこういう要望書が出てきても、大多数の国民はさほど問題に感じないのではないかというふうに思うんですが、実際にじゃあ今回の要望書を読んでみるとですね、一番大きな問題はかなり細かい点にまで、要望が及んでいるということですね。街頭インタビューのバランスであるとか、テーマ選びであるとか、ゲストの選定、それから出演者の発言回数や時間というような、細部にわたっているわけです。で、例えば、出演者の発言回数や時間ということを、それぞれの政党ごとにですね、バランスをとって公平ということを、仮に追求しようとしたら、まず生放送なんていうのはできないわけです。それから全てが VTR になるわけです。じゃあ、それからゲストの選定ということですが、今のように9つの政党があって、しかも争点も多岐にわたっている場合にですね、この人は自民党寄りのゲスト、この人は民主党寄り、この人は共産党寄りって、はっきりと色分けできるものではないわけですよね。それぞれの、知識人と言われる人は、テーマによっては原発政策だったら、再稼働を容認するけど、しかし、武器の輸出に関しては自民党政権とは反対だったりする。そういうグラデーションを持った人たちが、いるわけですけれども、それがゲスト出演者の選定にまでバランスを取れ、公平にというとですね、実現不可能になるわけですよね。あるいは街頭インタビューの、公平性を厳密に追求するとなると、原発問題一つとっても、原発の再稼働に賛成の人から、将来的にはやめたいという人とか、あるいは、絶対直ちに、全部廃止すべきだという人まで、そのグラデーションを全部出さなきゃいけない。でもテレビというのは、時間が限定されているメディアですよね。1分半で例えば国民の声を伝えるということを、その政治報道に反映させていかなきゃいけない。でもその1分半の中でそのグラデーション全部出そうとしたら、もう5分あっても10分あっても30分あっても、極端なことを言うと足りないわけですね。そういう意味で非常に報道の現場の手足を縛りかねない。となるとどうなるかっていうとですね、そんな要望されているんだから街頭インタビューとかやめちゃおうとかですね、あるいはゲストの選定で後からチェックされるかもしれないから、知識人のゲストなんてやめちゃおうとか、そういうふうなことになるわけです。で、選挙のニュースでいうと、例えば公示から投票まで、いわゆる選挙期間中というのは、ニュースに関して言うとかなり面白くないニュースになりますよね。各政党同じ時間で平等に扱うと。
まあ、私は個人的にこれを割り切り報道と、割り切りニュースと呼んでいますが、ある意味現場の記者たちもその期間中は割り切って、はい自民党30秒、次民主党30秒、公明党さん30秒みたいにして、まあ、機械的に政治的公正公平をですね、まあ、実現させているわけです。でもそうなってくると、政策について果たして何が争点かとか、どういう政党がどうそれに対して言ってるかっていうことの細かい点を突き詰めると、本来伝えるべきその種の政策報道が実現できなくなるわけですよね。うちの政党はこう言っていないとかですね、後でクレームが聞かねない。そうするとますます割り切ったそういう報道になりかねない。そういう意味で、まあ、今回私のところにもテレビ局の現役の報道の記者なんかから、まあ、こういう現状になっているというような声もありましたが、現場の人たち、現役の人は声を出せないわけですよね。ですからその代わりに、まあ、あえてここに来たということです。よろしくお願いします。発起人ではないんですが、作るの篠田さんがちょっとお急ぎでそろそろ出たいとおっしゃるので、先に発言にしていただきます。はい、すみません、突然短くします。月刊作るの編集長の篠田と申します。まあ、今日は田原さんの話を聞きにしたんですけど、もう出なくちゃいけない時期になって、まあ、でもこの問題すごく深刻な問題だと思いますんでね、今日会見やっていただいてすごく良かったなと思います。で、まあ、今年はあれですよね、朝日新聞の問題といい、メディアをめぐる大きなジャーナリズムの転換期とも言うべき大きなことがあったので、それでまだ12月年末までいろいろありそうな感じなんで、今日ちょっと途中退席しちゃうんですけども、ぜひアピールをお願いしたいと思いますので頑張ってください。ありがとうございます。それでは本日欠席の発起人のうち毎日の岸重忠さんから手書きのメッセージをいただいてますんで、私の方で代読をさせていただきます。メッセージということで、政権及び与党は常に批判されてなんぼの存在です。一方メディアは常に権力を監視しチェックするのが仕事です。特に権力への批判はジャーナリズムの使命です。この緊張関係があってこそ、初めて民主主義の基本原則である表現の自由、言論の自由、取材報道の自由が成立します。最近の政権与党のメディアに対する過剰な警戒感と一種の干渉は異常です。あたかも自分たちは正しく、批判的な報道や編集編成を変更と決めつける、これほどの思い込み思い上がりはありません。こうしたことを見逃していると、まさにポイントオブノーリターン、引き返すことのできない歴史の分岐点を超え、後々に大きな禍根を残す、そのことを恐れます。以上です。それでは、会場、私は発起人としてのコメントですね。私もテレビ局で仕事をしていたので、まあ、今回、まあ、特にその自民党が放送局にっていうことももちろん非常に問題だと思いましたが、つまり他の政党ではなく権力を持っている政党がという意味ですよね。やはりその前水島さんからもあったように、例えばそのインタビューのバランスを取るとかですね、出演記者の顔ぶれとか、発言の回数とかっていう、こういうなんかこう個別のですね、いわゆる表現の仕方みたいなところに踏み込んで、いろいろとこう文句をつけてくるというか、まあ、お願いという形を取りながら、まあ、はっきり言って恫喝をしてるわけですよね。でそれはやっぱり表現をに関わって仕事をしている人からはですね、やっぱり自分のなんかプロフェッショナリティを汚されているようなですね、なんていうかそういう憤りを覚えますよね。だって実際同じ分数の喋らしたからといって、じゃあ同じイメージになるかっていうと全然別じゃないですか。カメラの撮り方とか照明の当て方なんて、そのこと一つだって視聴者に対する印象って変わるわけですよね。
じゃあ今度はあの自民党にはちゃんとあの面明かり明るく当ててとかですね、そういう話にどんどんなってくる、聞かれないようなですね、そういう本当にあの危険なあの考え方だと思うんですよ。でそういうことをですね、なんていうか全く頓着しないで平気でこういう文書で出してくるっていう、この神経が本当私は許せないというふうに思って発起人に加わった次第です。私は先ほど発起人全体のメッセージを言いましたけれども、坂本ですが、一言コメントします。まあ、基本的にはこのメッセージに盛られていると思うんですが、一番感じるのは放送法を皆さんが誤読していると思われることなんですね。政治家は間違いなく誤読しているようですね。中立なんてことは一言も出てきません。それも要求しているわけだから、公平とは言ってます。ただその公平も、例えば日本の所得税法の税制の累進課税って、まあ、不平等であり不公平な制度ですよね。だけど実にお金を持ちからは高い比率で取るわけだから、だけどそこは不公平にというか不平等でやっても、それはまたもっと大きな全体の公平とか平等みたいなことを考えてやっていて、それが今広く社会に受け入れられているわけですよね。何十年もやってきている公平だって、ただバランスを取るとか平等とイコールなんだというようなことは私は絶対にありえないと思っています。だから中立というのも おかしな概念です。中立ってのは普通の言葉理解では、右と左でもまあ何でもいいですが、要するに対立している2つのものがあった時の真ん中にいてどちらの味方もしないという意味ですよね。例えばヒトラーのナチス党みたいなものと穏健党と、その中間にいるのが中立ですね。だけど前ヒトラーのナチスがユダヤ人いじめてた、それがユダヤ人をぶち殺せと言い始めた時には、片っぽの側がギュッと違う側に行ってるわけだから、真ん中にいようとすると引きずられて動きますよね。そんなことは誰も求めてないわけですよ。しかもこれも放送法はみんな知らないと思うんですが、総則というところ、これ資料を見てください。1から第1条の1から3までは大原則が日本の放送法の原則であり、放送の大原則です。そこには放送による表現の自由を確保と書いてあります。健全な民主主義という言葉も出てきます。まあ最大限に普及っていうのは、まあ、これはまあだんだんそうなってきたけれども、例えば2の放送の不偏不党というのは、別に放送局の不偏不党とは書いてないです。そんなことはここには書いてないんです。これは日本の放送が一つの党というか勢力、政治勢力によって、牛耳られて、それの意向によって動く。例えば戦前の 大本営発表ばっかり流すというようなのはダメだということはここに書いてあるんです。よくここに放送局の義務がここに書いてあるというふうに言うような政治家がいるんですが、完璧に間違いです。というのは放送局は規律されるんです。あの放送法によって規律される。規律されるものが何かを保障したり確保したりするのとかできるはずがないでしょ。ここで確保したり保障するのは、この法律を運用する政府で、日本政府であり、国会作った国会であり、それを是としている日本国民なわけです。それが守るんです、これを。法則が守るんじゃない。法則が守るのは2章のそっちの方に書いてある話。だから私はいつも言います。放送法は、まあ、あなた方を規律、放送局にね、テレビ局に言うことは、あなた方を規律しているけれども、実は放送法は、あなた方の武器なんだと。政治介入を跳ねのけるような武器になるんです。そのことが書いてあるはずです。そこをどうも、もちろん政治家は誤解をしているようだし、新聞の方もあのような要望文書が出たと書いてあるけれども、それは大間違いの文書だとは誰も書いてないわけですよね。私なんか見たら大間違いだと思うけれども。だから多分新聞の皆さんもあまりご存じないのだと思う。テレビ局の人たちもよく知らないから中立でやってますみたいなことを口走ります。違うと思います。そのことを私は申し上げたくて今日来ました。以上です。発言者
それでは、本日お越しの皆様から若干ご発言をいただければと思いますが、最初にアワプラの白石さんから喋ってもらってもよろしいですか。ちょっと前へお越しいただいて。こんにちは。NPO 法人アワープラネット TV の代表をしております白石と申します。今回こちらの方に一緒に呼んでいただきまして、一言申し上げたいのは、私は93年にテレビ朝日系の報道局に報道関係のですね、技術にいたんですけど、国会の中にいまして、やはり今回の話を聞いたときに、あの時に起きた椿問題というのを非常に頭に想起しました。で、日本というのはご存知の通り、他の民主主義国家とは異なって、つまりアメリカのような FCC といったですね、組織、あるいはオフコム、イギリスのそういった独立機関が放送免許を交付せずに、直接国、郵政省、当時はですね、今は総務省が、免許事業を扱っております。でこういう国というのは世界的に見ると、皆さんもご存知のとおり、サンフランシスコ条約で日本が独立してから、こういった形に戻したわけですけど、戦後は独立機関があったのを戦前の形に戻したわけですけど、そういった直接国家が電波を管理しているという環境の中で、まさに先ほど皆さんがおっしゃった通りですね、政治家が直接放送内容にタッチするような発言をするということは戒められなければならない、少なくとも制度的には非常にまともな状態ではないと思うんですね、そもそもが。で、ですからもちろんそういう意味では国、総務大臣というのはこれまでも、なかなか行政指導をしたり、それから他の国のように規制をしたりっていうことを控えてきたわけです。ではもちろんその中でもいろいろありました。今の菅官房長官とか総務大臣の時にたくさんの行政指導、過去最大の行政指導を出してますけれども、そういうことをですね、国が直接放送局に踏み入らないという長い歴史があるのは、他の国に比べていびつな制度なわけですよ。だからそうなっているのにもかかわらず、今になってこういうことを直接的に言うっていうのはですね、はっきり言うと放送局直接コントロールできるというふうにもう過信しているのではないかというように、今回のケースについては感じております。で実際に NHK を見ますれば、やはりその放送、経営委員会を含めですね、非常に近い存在の方を入れてらっしゃいますけれども、過去やはり戦後70年近く経ちますけれども、これまでの70年の歴史の中、放送免許が放送局というかテレビ局ができてからもうちょっと、60年の歴史ですけれども、その中でこれまで建前としてやってこなかったこと、政治が踏み込んではいけなかったところの一線をですね、今超えつつあるというふうに感じているところで、公正と言いますけども、それは政治家が言うことじゃなくてですね、視聴者とか制作者が悩みながら、何がこの社会において最も民主的であって、なおかつ公正なのかということは追求するものであってですね、政治家がこれが公正というようなものを提示できるでもないものではないということを改めて、本当に政治家の方々にはちゃんと法律というか、この法律が戦争の反省の上に立ってできた放送法だということですね、きちっと理解していただきたいというふうに思います。すいません、ありがとうございます。あとはじゃあ田原総一郎さんよろしいですか。お前お運びいただいてよろしくお願いいたします。こんにちは、田原総一郎です。こういう会になると一番良くないと私は思ってました。で、こういう会をやるから出てほしいと言われた時、やっぱりこれは自民党の萩生田さんたちが在京のテレビ局の報道局長なんかにやったわけで、
あのテレビ局の報道局長やあるいは、この報道部長やあるいは少なくとも、あの政治番組をのキャスターやってる人たちをいっぱい巻き込んでそういう人が出てくる会じゃないと意味ないんですよね。で今の話聞いてると俺たちは正義だとで、自民党は敵だとでどうもテレビ局は敵の子分だというような感じのイメージのことをおっしゃってこれは間違いであってで僕はその、この会に出てくれる人もやっぱりその名前言いませんがこういう人こういう人こういう人つまりそれはテレビに出ている人ですねまあやっぱり出ないと意味ないよと言ったんですね。ところがよく、ね、あの見てみたら僕一人であとは誰もいないとでこういうことやってもあんまり意味ない。でもさらに言うとさっき誰かに言われたけど自民党が萩生田光一とかあるいはその、報道局局長がこういうことを言ったのに日本のテレビはこれについて全く文句を言ってないとそんなことはない。私はこの間の朝まで生テレビで冒頭で約20分から25分この問題をやりました。こういうことをやっておくとでその時にいつも朝まで生テレビですから、自民党は一人あとは全部野党ですね野党の人にどう思うとでコテンパンに彼らがあのやりましたよこれけしからんとでそういうことを現にやってるのにそれをここに前にいる人は多分見てないんだと思う。だからやったでしょ。あのだから、まるでなんか日本は言論の自由がないみたいだけどそんなことはない。日本にはタブーは全くありません。天皇のことだって何言ったって平気だし安倍晋三がバカだけ、何だって言ったって何にもタブーはない。それをまるでなんか日本はタブーがあって民主主義がないみたいなことを言われてるのは大間違いだと思う。それからもっと言えば、こういう会にこのテレビの日本テレビや TBS やね、あるいはねテレビ東京や NHK のキャスターなんか出ないのは怖いからじゃない撮影方が下手なんですよ。いかにも特別の会であって、ね、しかも少数者の会であってお前ら敵だぞと言わんばかりの撮影方するから出にくいんですよ。僕のような育児者に出るんだからねそんなもん出ることはわけないで、あの言いますけどもこでもう一つ言うと、ここに出てるこのさっきこういうことを言ったためにかつてない萎縮ムードが蔓延している嘘です。こういうことを出せばテレビ局は全部反発をしますよ。で僕はあの番組でも言ったんだけどこんなことやったために自民党は何百万票もきっと票を減らすよとのが実態だと思います。でこんなことで萎縮するような国民じゃないんですよ。その辺はもっと皆さん自信を持ってほしいと思います。何か質問があったらどうぞ。何でもいいです。はい、どうぞ。あの浅山拝見したんですけど、荻上チキさんが、はい、まあ、出演しなかったというのは、うん、あれはね、はい、要するに文化人を何人、あの各党を全部出すと、ね、それから文化人を何人か出てもらう、あったのに、この、要するに番組に関わるあの人間たちの間で、このね、意見の食い違いがあったんですよ。で意見の食い違いがあってギリギリになったんでじゃあ文化人はこの際あのやめてもらおうかっていうふうになった。僕はそこには加わってないんだけどね、はい、あのということになった。で僕はそれは良くないとやっぱり出した方がいいよって言ったんだけど時間切れになって結局文化人は荻上さんがあの問題から出ないんじゃないんですよ。文化人はやめようという話になった。そのことも言ったと思います、はい、あの番組の中で。はい、チキさんについて振られていなかったのえあの番組の中では発言がなかったので、うん、ちょっとあのどうだったのかなと思いまして、はい、あの荻上さんが何書いてるかってことは僕は読んでないから知りませんけど荻上さんは多分ね、その、朝日生テレビに、反発とかなんかそういう気持ちは全く持ってないと全くないです、ね、現に、大晦日から出てもらおうと思ってますから。今回はその文化人の方が要するに文化人を全部反そうという話になった。でこれは別にあの弁解じゃなくてこの自民党のこういうことを言ってくれたとは関係ないです。他にどうぞ。東京新聞の方になってもらうんですけども、はい、あの今回の自民党の文書というのを歴史的に位置づけるとあのこれまでもいろんなことっていうのがあのテレビに対して歴史的には意味ない、うん、ああいうバカが言っとうとだけの話ですよ。あの大したことないと
あれは安倍さんにとっては大いにマイナスです。圧力でもない。何の圧力ですか。メディアに対するこんな圧力になるわけない、そんなに日本のメディアは弱くないです。あなた東京新聞でしょ。そうです。東京新聞になって安倍批判平気でやってるじゃない。やってます。でも圧力になるわけない。なんかどうぞ。はい、僕は立教大学の学生なんですけど、実際にテレビの、選挙の報道 の, 時間数というのは減っているという話を聞いて、まあ、それはその萎縮というのを関係しているんですか。萎縮があって視聴率が取れないから減っているだけでしょ。問題だけどね、大変問題だけど、つまり、報道ステーションという番組は見たことないでしょ。あんまり有名じゃないけど、ありますけどね、テレビ朝日の。で、報道ステーションがこの間、9党の、党首をやりました。ご覧になりましたか。視聴率がガーンと落ちたんですよ。報道ステーションは普段 14-15% で、あそこになったら2桁切っちゃったのね。つまりだからテレビが、政治番組やらないのは萎縮してんじゃなくて、視聴率が来ないから。で、これは問題ですよ。だから、問題だけど、それが最大の理由です。朝面生テレビが、ついでに言うと、なぜついてるか、今28年目なんですが、で、勝手なこと言いますよ。で、なぜついてるか、あの時間帯にしては視聴率がいいから、約ね、100万人ぐらいの人が生で見てくれてます。で、それが唯一の理由ですよ、朝面がついてる。他にどうぞ。はい、朝日新聞の中島です、はい、公正 公平というお話が繰り返し出てるんですけれども、朝顔を拝見していると決して公平でも、まあ、中立でもないという印象ですが、中立なんていう人はいないでしょ。世の中に中立なんて人いますか。一体田さんどういう意識でその番組を公平にはやろうと。だから例えばこの朝前生テレビをやるときに自民党しか出さないなんてことはしない。あるいは逆に自民党は出さないってこともしない。で、この間の番組はご覧になったわけだけど、その8党全員出てますね。で、8党出ればね、で公平を形取って、本当は自民党が今ね過半数取ってるんですよ。で、過半数取ってるんで、だけど朝前生テレビでは8分の1しか発言できない。で、僕はそれ公平だと思ってますがね。自民党が言うとおかしいと、俺たちはもっと発言するんで時間が長くてもいいと思ってるかもしれません。はい、すみません、アジアプレスの方です。先ほど朝前生テレビでは取り上げたって言うんですけど、ニュース番組でこの文書のことを取り上げた局という、あるいは番組というのをちょっと見たことがないんですが、僕は番組は見てないわけ、分かんない。それはね、取り上げないのはやっぱり視聴率だと思いますよ。いや、それが別に取り上げないは取り上げないけど、一律にその日本のメディアがその足並みをこう揃えてしまうというと、揃ってしまうというところが問題だと思っていて、そのどこか取り上げる。本当はね、僕は朝までにも言ったんだけど、本当はこの代表のキー局のこの報道局長たちにこういうことをやった。在京の共同報道局長たちが集まってこの問題で会議を開いて自民党に抗議をするなら抗議するというような行動をやるべきだと思ってる。本当は、うん、それもなかったです。なかったみたいね。そういうなんか意思表示もう何もない。いや、だって朝前生テレビやってんだから。いや、まあ、討論番組ですか。ニュース番組とは討論番組とはちょっと違うの。僕違うと思わない。まあいいや、どうでもいい。はい、どうぞ。写真部の幹部です。先ほどの、まあ、お話ししていると、まあ、視聴率が取れないから番組に総会が減ったという分析なんですけども、まあ、NHK、あるいは日本ニュースですね、含めて、質的な変化ですね、前回、あるいは前々回の総選挙と比べてですね、今回の総選挙のほど、変化があったのかなかったか、どういうふうにご覧になりますか。もっとね、もし NHK が問題があるとすればね、朝日新聞は連続して、毎回 NHK もっと攻撃すればいいんだよ。これ良くない、合わない。ろくに報道してないじゃん。NHK の会長に問題ありだと、もしするなら、会長問題をもっと連発すればいい。東京新聞なんて連発やるべきだよ。あんなに原発熱心にやってんだから。とすればね、影響力ありますよ。選挙の問題は変化あるというふうに、
感じられてますか、今回の選挙報道。何が、前回の総選挙報道と比べてです、ね、テレビ全体のニュースもですね、総選挙やっぱりね、マスコミはだらしないと思う。だから今度おそらくね、自民党が大勝しますよ。で、自民党が大勝したのはこういうことじゃなくて、やっぱりね、はっきり言って、安倍さんは国民にね、夢を与えてるんですよ。どういう夢か、経済成長するぞと。他の党はアベノミクスに批判だけしてるんですよ。で、僕はだから今度、BS の番組では各党同士でもやってますからね、例えば替え玉万里アベノミクスの批判なんかしたら誰も聞きたくないと思うな。替え玉ミクスと打ち上げろと、民主党ならどうするんだと、あるいは、維新の枝ミクスはどうするんだと。でも何にも出てこない、ここが問題です。ね、でアベノミクスの批判ばかりしてる。でもしもね、やっぱ替え玉ミクスがあり、あるいは、枝ミクスがあり、橋本ミクスでもいいんですよ、あるいは平沼ミクスでもいいですよ、あるいは C ミクスでもいい、そういうものがあれば国民は選択できるんだ、どれがいいかなと。ところがどこもね、打ち出してないと。嫌でも何でもね、アベノミクスを選ぶしかないんですよ、国民が。だから今度、つまりこんな文章を出したから自民党が勝つなんてもんじゃないですよ。本当はこんな文章はむしろマイナスになるはずなんで、やっぱり自民党が大勝するのは野党がだらしないと。だらしないのは怠け者なんです。本気でね、選挙を考えてないんですよ、野党が。考えるならば、ね、懸命になってね、民主党ならば、アベノミクスはここがもう問題だと。これおそらく今、1万7000円、今はね、日経平均額が。こんなものは来年になるとね、1万4000円切っちゃうぞと。替え玉ミクスならこうなるぞというのを打ち出すべきだ。あるいは、橋本ミクスならこうなるぞと。打ち出してくれればね、初めて有権者はね、選択肢ができるんですね。これが残念ながらない。で、そういう攻撃をね、朝日新聞も毎日新聞も一切しない。何やってんだとか言います。以上です。どうも。どうぞ。新聞赤旗の和田と言います。え、赤旗新聞の和田と言います。赤旗、はい、まあ、赤旗はよく頑張ってるよ。共産党は今度勝っちゃうきっと。牛脂肪行くんじゃないかな。ちょっとですね、一つ一番最初のところでこういう会見をやってもね、一番最初の冒頭のところでこういう会見をやってもテレビに出てるジャーナリストが私しかいないと、だから意味がないというようなことをおっしゃられて、意味ないと。やっぱり鳥越さんだの、次屋の芸にね、もっと今 TBS や日本テレビなどやってるキャスターたちが出てきて言わないと意味ない。つまり水島さんや砂川さんの仕事は彼らをどう取り込むかなんだ。どっちが取り込むかって勝負でしょ、はい、話がどっちが。 で出てきてないと彼らのさっきも萎縮してるとかなんか批判するやつは、どっちかっていうのはあっち側に近づきますよ。どっちが取り込むかって評価と、民主主義ってのは。一言補足をしておくと、ニュース2、3の串さんは発起人にも名を連ねて、先ほどのメッセージどうしても来れないというので入れてくれたんですけども、出席をする予定だったんですが、ちょっと直前にということでキャンセルになったということです。なるべく私たちも例えばこれが反与党とか反政権党の何らかの集まりみたいになるのはもう私がそもそも全く心外ですから、それからまさにテレビの現場の人とか出てる人が語るべきだ、議論すべきだ。だから一番最後に早いですよね、前に特定秘密法案とかやっぱり反対のこういう集会やった。で、僕はやかましくてテレビのキャスターを全部出した。で、全部出ましたよね。TBS の何だっけ、今、夜の番組、金平とか鳥越とか、今の岸井とかね、大谷や秋広とか、みんな出ましたよね。だからやっぱりそういうのを取り込まないと、そう、なるべくやるつもりですが、まあ、あれでした、力を及ばず、そこは。ありがとうございました。田中さんはあまり時間がないようなので、先に帰られるということです。最初からそれはそういう話になってました。
それでは、まあ、その他何か質問ありましたらお願いします。あ、じゃあ、はい、表に出てる限りではないと思います、はい、私もあそこまでのものは聞いたこともないし、確かに表に出ている例としてもないだろうと思いますし、しかもなんていうかな、ちょっとお粗末な文章です、先ほど言いましたね、放送法なんかとちょっと全然整合性が取れてない話にならない、おかしなものだと。どうもこれは、まあ私の伝聞、ある人から聞いた話なので、私はそれは本当かどうか分かりませんが、ちょっと参考までにお伝えしておくと、そちらの方面の、まあ、政党のに詳しいような方面の方からは、どうもそのもうそろそろ終わりの方が焦ってこういうのを出してきたんじゃないかと言ってるような人が、そういう意見が、いや、見方があったことだけはどうも聞いています。だから安倍さんもそれは別に自分が支持したんじゃないということはどっかで言ってましたよね。ただそういうもんだと思います。ちょっとおかしな独断専行があったんだろうとは思います。ただしそれにしても、お粗末すぎるというか乱暴な、よくこんなことをやって やるなというような感じの文章だったとは思っています。でそこまでやった人は、まあ今までにはいなかったということだと思います。どこかに行くとか、朝日新聞高島ですが、今回は7人の方発起人ということなんですけれども、賛同者の方っていうのは先ほど篠田さんがお話されましたが、賛同者は何人というのかという、今募っているところなんですが、ちょっと待ってくださいね。集約中なんですが、賛同者で OK だと言ってる人の名前は出ないことはないので、ちょっと待ってください。これのホームページがありますので、そこで追って、ちょっと今回は準備の時間がなかったものですから、できればこの場に賛同者の氏名と職業と、250コメントというのを一緒に資料で配るつもりだったんですが、それをやってる時間がありませんでした。で、ちょっと今記憶で言いますけども、例えば魚住明さんとか、野中昭弘さん、思いつくの言って。中澤健さん、はいはい。藤田真史さん、山田健太さん、小田切誠さん、その辺は全員賛同です。小田切さんは今日来るつもりでしたが、ちょっと来れなくなった。専修大学の山田健太さんも今日来るつもりでしたが、ちょっとどうしても時間の都合が取れなくてということでした。あと何人も、例えば田中康夫さんもちょっと今日は来れないと言って来なかったです。後半に声はかけはしていますので、それなりの人が数十人はそこらはいるとは思ってますが、申し訳ない、まだ集約ができてないというところです。今回の選挙報道に関して言えば、私はやっぱり最初からもう決まっていたような、あまり意味のよくわからない選挙で、しかも
野党の準備はあまりできてないところにボンと戦術としてはぶつけたわけだから、どうも今日の昨日今日の数字なんかもかなりの圧勝ですよね。だからもう結果も分かっている。あと多分選挙に行かない人も多いんじゃないかというような気はしています。だから関心もない。そしてやっぱりいくらやってもしょうがないみたいなことで減っていくということは基本的にはあろうかと私は思いますけれども、他の人はどういう意見なのか。砂川さんも退席、最後にどうしても言っておきたいこと。今 の, お話ご質問にあるようところにつきましては、やっぱり関心が低いというところはあると思うんですけれども、視聴率が低いからじゃやらなくていいのかってことは別の次元の話だったりもするので、世の中の関心がないからじゃあ放送しないっていうのは一義的には株式会社っていうものから考えればそういう言い方はできるかもしれませんけど、じゃあ本当に他の争点とかでそうなのかといえばですね、やっぱりテレビ局がきちんとその議題設定ってすることも意味があるわけなので、イコールではないと思うんですね。世の中の関心が低い、視聴率が悪いからじゃあそれで番組しなくていいのかっていうのはそれはイコールじゃなくて、やはり放送局側がきちんとした意思を持ってやらなきゃいけないわけですし、でもし視聴率が低いっていうだけだったら、それこそ今度日曜日みんな特番やりますよね。特番なんかだって視聴率で考えたらやめてしまえばいいだけの話 でしかもテレビ局側は NHK も含めてですけど出口調査を充実させて、で自分で首絞めちゃって8時にはもう投開票速報をバーンと打って、でほぼほぼその通りになってしまって、逆に見る側からするともう8時の段階でほとんど興味を失うような番組編成になってるわけですし、でかつ今回触れてませんけれども、公示日にはやっぱり総務省からも当確誤報に対する注意喚起文書は出てるわけですよね。だからそういうようなことも含めて田原さんがおっしゃったことはおっしゃったこととして我々も受け止めなきゃいけないところはありますが、逆にこういうようなメッセージを出していく意味もまた片方であるわけですから、そういう意味では視聴率だけで特集が減ってるということではないというふうに思ってますね。はい。じゃあすみません。はい。この件に関してはですね、かなり綿密な分析が必要だと思うんですね。で、これは本当にテレビの内部の人たちにちゃんと取材ができない限りは明確にはならないと思います。で、おそらく考えられるのは、これは田原さんがおっしゃったこととつながるんですが、最初から結果が分かっていて視聴率が取れない、国民の関心がないということは、大きな要因であろうと私も思います。ただ砂川さんが意味軸も言ったように、それでも伝えるべきを伝えるのが、テレビ報道の役割なので、今回、その自民党が出した要望書によって定調になったのかどうかということは本当にかなり検証してみないとわからないことですけれども、それを出したこと自体が問題だというふうに我々は受け止めるべきだと思います。しかも今のというか、最近の、ここ10年でもいいですけれども、テレビの問題の一つは政治家なんていうのはそれは基本的に圧力なんてものはかけるものですよね。当たり前のことだと思いますね。それをやめてくれなんてのはバカバカしな話であって、それをどうやってその右に左にこうくぐり抜けながら自分のやりたいことをやるみたいな、そういうものがメディアのやっぱりしたたかなやり方だと思うんだけれども、そこにあまりいい力を入れずに、なんとなく揉めそうだからやめておこうかなみたいな自主規制とか自粛とか自己規制とか、そういうものが非常にやっぱり蔓延しているのだという感じはいたします。特にさっき作るの篠田さん言いました、ちょっとその放送レポートのじゃないや作るの一番新しい号に多分 NHK 書いたと思うけど、内部でやっぱり自己規制なんだみたいなことを言ってる人は多いわけね。で
露骨な圧力がかからなくても規制しちゃったらかかってるの一緒だみたいな雰囲気になってしまうような例が私はテレビには増えているのであろうというような気はしております。例えば今回も NHK のニュースで公示日の翌朝のニュースかな、翌日のニュースかな、まず今回の選挙の争点はアベノミクスだってレポートした人がいた、記者が言ったわけですよね。でその後その選挙関連のニュースを20分ぐらいやったんだけど、その一番推しの方で今回の要するに安倍政権の戦略は争点をアベノミクスに絞ることだって同じニュースの中で言ったんですよね。じゃあなんでその政権の戦略通りにNHK ニュースって作ってんのっていう、まあ、気がするわけですよ。それは安倍さんは今回の選挙の争点はアベノミクスと言ってるよって伝えるのと、何にもこだわりなしに NHK のニュースでいきなり今回の争点はアベノミクスっていうのは違うわけだからね。そんなことはやっぱこだわらなきゃいけないんだけれども、なんかなんでこんなニュース作ってんだろうみたいなことっていうのはあるわけ。これはちょっと圧力とか自己規制の問題にもうちょっと手前のなんだかよくわかんない劣化の一つだと思うけれども、よく見てるとそういうことは結構あります。明らかに3月頃でしたけども、マレーシア航空機がいなくなっちゃった時に夜7時のこれも NHK さんのニュースでしたけども、あれ30分やりますね、7時から、20何分頃かな、今入ったニュースですと言って、マレーシアの首相かな、外務大臣首相だなと安倍さんが電話で話をした。安倍さんが協力する用意はあるよと言い、向こうのがありがとうと、日本のは本当に役に立つありがとうと言ったみたいなことを今入ったニュースとして伝えた。これ翌日の朝のニュースでもいいわけでしょ、こんなものは。で誰がそんなもん今入ったニュース今入れたのか、官邸ですよね、総理大臣の電話なんだから。で官邸がこのニュース入れろって言ったら、その日のニュースが飛んでるわけ、一つだか二つか知らないけど。でそれは事実には曲げないでする報道だから、ちゃんとそういうことがあったんでしょ、嘘ついてるわけでもないだけれども、要するに差し込まれたニュースですよ、安倍さんのまあ PR と言ってもいいわけ。それを今 NHK がやってるわけだから、でそれを見てても、あ今入ったニュースなのかって大部分の視聴者は疑問に思わないと思いますね。新聞にもこの話書いてないから、新聞記者で見てた人も一人も気がついてないんだと思う。そういうことはあるわけ、そういうこと増えてると思いますよ。はい、すみません、今からもうだいぶ前ですか、2005年にいわゆる NHK の ETV の改編問題で、プロデューサーが告発して、で時もわーって並んでこう喋った記憶があるんですが、あの時もですね、まあ、結局放送法とか公平な報道とかという話が出たんですけど、基本的に私自身はもし政治家からですね、公平な報道と言われたら、その時はあなたこそ公平な政治をやりなさいと、まあ、言い返せば済むと思っております。でもし放送法を守りなさいと政治家から言われたら、放送法よりもあなたは憲法を守りなさいと言い返せば、もうそれで僕は済むことだと思っています。だから基本的に権力とメディアはせめぎ合いないしはもう緊張関係にあると思っていますので、今回こういったそのお願い文書が出されたことに対して、さっきも言いましたが、その足並みが揃ってしまう、日本のメディアのこの足並みが揃ってしまうということが僕はちょっと問題だと思ってまして、そのどこかの放送局がいやこんなもの別にもう紙くず紺箱捨てればいいよでも別に言ってもいいし、これはちょっとニュースで取り上げようよでもいいと思いますし、そうやってバラバラになる対応すべきなのが、なんとなくこう扱わないと言いましょうか、あるいは今日もそうですけどテレビの人たちがなんとなくこう選挙も中断しちょっと出づらいよなみたいな、そういう空気のところでみんな一緒、それこそ多分どこか萎縮しているということが多分問題なのではないかというふうに私は認識しております。最近の新聞報道に、放送法は、放送事業者に政治的公平を
があるんですけど、それはどうなんでしょうか。我々の不勉強のことが多いんですが、あの4条の3ですよね、4条の2か、4条の2はあの義務かどうか、で義務であれば、まあ、通常あの脱税すれば所得税法違反に詰まったりしますけど、放送法の場合はどうなんだ。これは砂川さんとか山田健太とかそういうのが言った方が良かったんですが、基本的にはこれは守るべき精神的な規定というふうに理解されていて、従って罰則もついていないし、まあこういう目標を掲げて頑張りましょうねという、まあ、一つの何ていうかな、あの目標というか、あのルールということなんだと思いますね。まあそういうことでしょうね。基本的には今精神的と言ったけど、倫理的だというそういった守るべき規範とかルールを掲げてあるんだと思う。ただし先ほども言ったように政治的公平って何ですかと言ったときに、例えば総理と語るっていう番組だけ1個だけ取っちゃうと、それは一方的にキャスターなりアナウンサーが総理の言うことだけを聞いてインタビューで答えてる。田原総一郎さんもそれをやったことはありますよね。で宮沢さんがあの時はリクルートの時で政治改革やりますと言って、絶対私はやるんだと言ってやれなかったから嘘になって嘘つき解散みたいなことあったけど、そういう人もいれば、ただおせつごもっともの言って聞くアナウンサーもいて、で総理と語るは別に野党の人がちょっと反論があるんだけどっていうことはないわけだから。ただし総理は日本国内閣総理大臣は一人しかいなくて、日本の政治家の中のまあ一番の親分というか一番のリーダーシップを発揮する人だから、その人に直接インタビューしてそれだけで構成する番組はあっていいわけですよ。それが政治的公平がないからダメだなんてことはバカバカしい話でね。だけど一方野党の連中だけを集めて政権与党に物申すっていう番組もあってもいいだろうと、そういうものを半年とか1年とか見てみて、あ、大体公平なんじゃないのっていうのが私は政治的公平だと思うし、その下の方の資料2の下の方は全部単一番組では政治的公平は図れないと、しばらく3ヶ月半年見て判断するものなんだという政府側が言ってるわけですから、というような意味のことがそういうふうにしようねということがこの放送法の4条の2に書いてあるわけで、報道は事実を曲げない、これも当たり前だけれども、どうしたってなんか曲がっちゃうことなんてあるわけですよね。物理的に例えば時間的に迫られてるからパン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 出していったら曲げられたと、だけどそれを放送法の4条の3違反だなんていちいち言ってもしょうがないので、それは速やかに訂正していけばいいみたいなこととかね、基本は嘘つかないとか、そういうようなあの倫理的な話だと思いますね。まあ、あのそれはあの行政指導という形であるとすればあるわけですよね。あるいは免許更新の時にまあ一言言われるとかですね、そういうことなんだろうと思います。だからそれも要するに総務省と郵政省が政治的公平を判断するんですけども、それはまあそんなもんおかしいってことを皆さんご存知なわけですよね。何するか分かんないようなその官僚制度なわけだから、それもいかがなものかと思う。椿発言の時はいきなり産経新聞に記事が出た段階で、放送がテレビ朝日の放送停止があり得るって放送行政局長が断言したんだからね、あの新聞の紙面で。でも結局あれはいろいろと検証した結果、それらしいことはなかったという結論になってるわけですよね。ちょっとお叱りを受けたぐらいですよね、お給せられたぐらいで、別に免許にも関わらなかった。だからここにこう書いてある方と言ったって、その政治的公平そのものは何なのってことも現場なり何なりで議論を重ねていかないと一概に答えは出ないのだろうというふうに思いますね。それでちょっと思い出したんですが、あのその種の行政指導っていうのはよほどテレビ局側が、まあ、俺たちはちゃんとやってんだと、行政や政治に、まあ、言われる筋合いはないというふうに突っ張れられる環境というか、そういう強い意志を持っていない限りはですね、やっぱりその行政に、まあ、呼び出されるんですよね。呼び出されてそこでまあねちねちいろんなことを言われたりすると、
っぱりそのいろんな、まあ、会社なんかにおいてもいろんな人たちがいますから、そこで、大丈夫かっていう、 こう疑心暗鬼が広がったりもしますんで、ちょっとしたことで割と、まあ、その報道機関ではあるんですが、やっぱり会社ですからその種のことっていうのは起こりうるということがあると思います。それからさっきちょっと思い出したんですが、まあ、今回やっぱり視聴率の問題があるから、例えば前回の総選挙なんかと比べると低調というのはあるかなと思うんですが、前回こういうのがあったんですが、前回の総選挙の時にフジテレビの特ダネという番組がかなり争点報道を毎日2週間ほぼ連日 TPP 問題ですとか地方分権問題ですというのを海外取材も含めて、報道特集サイズでやっていました。でこれはあのギャラクシー月刊賞というのを受賞しているんですけれども、この種のものが今回姿を消しています。で実はそのテレビ局においてもニュース番組というのは、まあ、常にその政治的中立だとか公正性というのを、まあ、問われるというか意識しているもんですから、まあ、あの体制があるというかですね、いうことは言えるんですが、まあ、情報局がやってるようなですね、まあ、ちょっとニュースそのものではないような番組ですと割と、まあ、萎縮するという傾向はあるのではないかなと。でその朝日新聞が先日調査した中でやっぱりあのニュース番組では報道番組ではなくてって書いたかな、ではなくてそのワイドショーなどで選挙についての報道が大幅に減ったというのとちょっとこうリンクしているのかなというふうな、まあ、これはあの実感としてですけれども、まあ、これもあのどういう関連性があるかは検証が必要だと思いますが、そういう実感は持っています。他に、あ、じゃあお願いします。週刊キーブの成沢と言います。中のちょっとさっきの戸原さんの言ったことはですね、全くおかしいと思ってですね、あのこのこういうあの自民党がこういうおかしな文書を出したことの結果が あるとかないとかいう問題とですね、出すこと自体の問題というのは別なんですよね。僕は非常に出したことに非常に問題があると思うんですが、特にあの安倍になってからですね、あの NHK の人事の介入がまずあってですね、それとあの特定秘密保護法というのができましたよね。そういうその大きな、なんか権力が情報を管理しようっていうその大きな流れの中の一つの問題としてですね、今回のこのふざけたメッセあの要望書みたいなのが出たんじゃないかと思うんですけども、そういう今のその時流っていうか時代の流れの中でですね、どういうふうなこの位置づけられるのかといっては皆さんどう考えですか。最後のところで、じゃあもう一度言いますね。まああのまあ、NHK の人事の介入とか秘密保護法とかですね、そういう大きな流れの 中でこういう要望書が出たと思うんですけども、それに関しては皆さんどういうようなお考えでしょうか。個人的な感想を申し上げますとですね、まあ、例えばあの第一次安倍政権の時にあの、まあ、NHK が国際放送に関して、当時の総務省から、まあ、放送の命令、北朝鮮による拉致については特に留意するようにという、まあ、個別なテーマに踏み込んだ放送命令というのが初めて出されたわけですね。でこれに対して当時の新聞協会がですね、まあ、コメントを発表しているんです。で、まあ、その新聞協会としてというか新聞協会のなんか委員会の一つだったと思いましたが、まあ、読売新聞の、経営者がその、まあ、中心メンバーだったと記憶していますけれども、まあ、そういうことがありました。ただ第二次安倍政権になってからですね、例えば新聞協会であるとか、あるいは大手メディア同士がかなりこう反発しているというか、まあ、朝日新聞問題を含めて、まあ、かなり分裂しているというかですね、そこで一枚岩になれないような、つまりメディア
としてあるいは報道機関としてこの種のことは、まあ、田原さん言ってる中で結構正しいことっていうかうなずくポイントもあって、なんで、テレビ局の報道局長が一致して抗議しねえんだというのはまさにその通りなんです。でも今回そういう空気には全然なってない。でそれはかつてであればその種のことはやっぱり抗議したはずですし、それは日本民間放送連盟としてもそうでしょうし、新聞協会としても許せないというふうな動きになったはずですが、やはりここ、10年ぐらいの間にメディア自体が一枚岩でいられないようなことになってしまっている。だからこそこうどんどん向こうが、まあ、増長してというのか、先ほど白石さんがなんて言ったかな、なんかこう、非常に、まあ、政治の側が、まあ、突き上がってる的な発言をされたかと思いますが、そういう状況を許してしまっているんだろうというふうに思います。僕自身はこれに関してはこの、まあ、文章まさに手元にあるんですけど、まあ、本当に僕は思うのはこういうのを出しておけばテレビ局は、勝手に、萎縮して配慮してくれるだろうと見越して僕は出してるんだと思います。別にその圧力をというか、公正中立という言葉を使っておけばこっちが別に何も言わなくても、彼らは配慮してくれるだろうと、つまりテレビ局側がつまりこれ舐められてるんだというふうに僕は思っております。なので、まあ、以前私はあの NHK の改編問題の時にもその番組は誰のために何のために放送するのかというちょっと原稿を書いたんですが、そのテレビがもはやその政治家たちにとってその排除とか敵ではなくてもういつでもこう簡単に使えるもう政治の道具にこうなってしまっているんだということが当時、まあ、私自身感じたことなんですが、基本的に公平中立っていうのは僕テレビの場合それ誰が決めるかといえばそれ僕は視聴者が決めることだと僕は認識しております。視聴者がある番組を見てこれは公平だとか中立だとか偏っているとかそれいくら言っても僕はいいと思ってます。で新聞だったらそれは読者ですよね。読者がそれを決めることだと判断することだと思ってますから、こういうその政党の人たちが、公平中立をなどと言ってくるときは、まあ、基本的には僕はこれも2つぐらいさっきも言いましたけど、まあ、相手にしないか、まあ、抗議するかですよね。でなおかつこれここの文章で面白かったのが、自由民主党筆頭副幹事長萩生田光一の下に報道局長っていう名前が入ってるんですよね。報道局長福井照っていう、こう僕はちょっとこれ広報局長だと思ってよく見るとこれは報道局長、自由民主党の中にこう報道局長という役職の人がいるという不思議な、政党が政治報道というのはそもそもできないと思うんですが、報道と広報を完全にこれはもう勘違いしているとしかちょっと思えないというのがこの文章を見て思ったことです。先ほど出た質問にも関連するかもしれないんですけど、別に今回の文章にが別に初めてのことでもなくて、前からなんとなくこうずっとこう陰に陽にいろいろあるわけですよね、政治方面から。それで実際にもうとりわけ選挙の公示期間中になるとはっきり言って自由な番組作りってほとんどできないんですよね、政治問題についてはね。そのかつて昔だったらなんていうの、その注目の選挙区みたいなふうにして、まあ、はっきり言ってもうあんまり同性票も取れないようなって言ったら悪いですけど、泡沫候補の人は、まあ、中選挙区だったせいもあるんですけど、ね、泡沫候補の人はなんかひとまとめに顔写真だけ紹介してあとはその激戦区をレポートみたいなこういう報道があったんですけど、今そういうの一切できませんから、ある程度バランスよく各党の主張も盛り込んでみたいなことしたらそんなんでなんかその
あっとこう目を引くような面白い企画になったりということが考えられないんですよね。だからそうすると、まあ、そういうのもできないんだったら、まあ、対外にしとくかというかね、そういうふうに流れてるんじゃないかという、つまり何ていうか、そのこういうふうにあのやったらダメって言われるからやらないんじゃなくて、なんかこううまく面白いように番組作り、まあ、結局それは視聴率っていうことにつながってるのかもしれないんですけど、なんかやっぱりその番組制作者のなんかこう意欲をそぐような空気が、とりわけやっぱり選挙 の期間中っていうのは無意識のうちにはあるのかなという、そういう気がしてますよね。あとご質問が、言ってございます。はい、お願いします。今の業者さんの話赤肌日曜版の板倉と申します。かつてはできていたのに今はできないという背景に一体何があるんだろうかということを、ちょっと皆さんどうお考えかお聞きしたいんですけど、まあ、さっき田原さんが報道局長が一堂に会して反発すればいいんだということをとても理想だなと思ったんですけど、じゃあ果たして今そういう条件があるのか、そういうことが可能なのか、ちょっとそういったことも含めてお聞きできたらと。確かに私があれは有害なんだっけな、有害情報対策基本法、青少年か、青少年がつきますね、青少年有害対策基本法を出す出さないみたいな、そういう時にぶっ潰せっていうキャスター会見をやったような気がするんだけど、私のホームページに載ってるんだけど、確かやりました。筑紫さんいた、筑紫さん、田原さん、真山さんなんて言ったんですよ、時富士のあの人、安藤陽子さんいたね、いた、安藤陽子さんいた、テレ東は斉藤さんっていう若いアナウンサーがいたから、なんかそんなような人たちが集ったような時ってありました。確かに、ただやっぱそういうのがやりにくくなってきてるんだろうなということは間違いないだろうというのは、一つにはこれはね、どうもテレビだけでは私はないと思っていて、例えば私が付き合っている雑誌みたいなものとか、あるいは新聞なんかもそうなんだけれども、だん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 今トップで走っているような人っていうのはどんどん若くなっていくわけですよね。でどうも私たちが何だか若い頃ぐちゃぐちゃやってたような感じの取材というかな、粘りというかしつこさみたいなものって、どうも全体的になくなっているような感じは一つはします。それはあまりメディアに限らず、なんとなくもうそういうのはいいよ、そんなつまんないことみたいなことも含めてね。で実際つまんないこともあるんだけど、あまりなんだろう、こだわらなくてさらりと行こうやみたいな雰囲気になってる、特にテレビに限らずっていうことは私はあるような気はしていて、しかもそれは視聴者とか読者に答えるものを作ってるわけだから、そちらのなんていうかな、感性みたいなものにも惹かれますよね、当然影響を受けるよね。例えばそんなに長くは番組見てらんないって視聴者がみんな思ってくれば、番組の時間って短くなるわけでしょ。あるいはそんな分厚い本、硬い本いくら出しても売れないよ、3000部しか売れないって言ったら、そういう本はやっぱ消えていくわけじゃないですか。でもそういうような大きな変化ってやっぱ20年30年レベルではやっぱ起こっているように私は実は思っております。これは誰がどういう圧力をかけてるとかいうこととはあまり関係なく、そういう変化ってきっと起こるんだろうなというような気はしてます。だから、ちゃんとした答えにはなってないんですけど、でもそういう背景は多分あるんだと思いますね。はしてません。最初から全員には声はかけてません。時間的な問題もありますが、例えばこことこことここは、まあ、
最初から出てこないだろうみたいなイメージは実はありましたので、そこには最初から声をかけていないです。で、岸井さんのところはもう一方あのような仕事をしている方かぶっちゃうかなみたいなことでちょっと浸潤してたりして、なんてことがありました。だけどそんなに特に全員並べようというつもりはそもそもなかったし、並ばないだろうというふうに最初から思っていたいました。それはだから、これはという人にしか声はかけてないです。はい、毎日新聞の地図記ですが、まあ、今の最初から坂本さんのそのここは出ないだろうと声かけなかったとか、先ほど満島さんもおっしゃったそのここ10年でメディアが1枚も見られなくなったという指摘もそうなんですけど、まあ、それってその粘り腰がなくなってきたっていう我々の問題ももちろんあるんでしょうが、まあ、その政権側が非常にこうメディアの分別っていうか、こう自分たちに引き寄せる側とそうじゃない側っていうのを、その情報操作っていうか、どれだけまあ特段に取らせるかっていう負けみたいな形で、まあ、分断してくるっていう、そういうこう、まあ、影も感じるんですけど、そういう印象っていうのは、もしかそういうことを知ってらっしゃるとか、そう思われないですか？今ご指摘の見方というのは、私も全く同感です。で今回のこの要望書が出る前に、まあ、確か毎日さんだと思いましたけれども、記事の中で触れられていたようには、TBS に安倍首相が出て、それでその前に街頭インタビューがあって、まあ、ややこう原発問題だったかな、経済問題だったか、ちょっと忘れましたけれども、まあ、ちょっとこう編集が恣意的じゃないかというようなニュアンスのことを言ったくだりが、まあ、ネット上なんかでも話題になりましたが、その種のことをすぐ、まあ、朝日は偏ってるとかどこどこはこうだっていうようなことを政治家本人が言うような、時代になって、まあ、かつての大物政治家はそんなことを言わなかったわけですが、まあ、これは安倍政権の特徴かなと思いますが、そういうことを露骨に言うようになって、で一方でそういう無知を与える一方をまあ、飴も与えるとかですね、例えば国民栄誉賞の受賞が、まあ、特定のメディアなり特定の系列だけが、まあ、その、まあ、利益を売るようなスタイルで、中継されたりとかですね、あるいはその情報が特定のテレビ局で流れるとかですね、その種のことっていうのが割と露骨に後から考えると気がつくんですが、その時はなんか親元だからいいんじゃないかと思っていたりするんです。でもよく考えるとこれって政治とメディアのそれこそ緊張関係を持たねばならないという考え方に立てば、おかしなことがどんどん気づかないうちに進んでしまっているという印象は私自身持ってます。最近特に安倍さんなんかは、かなり、まあ、小泉さんもそうだ、小泉さんはちょっとなんとか独特な天才的にそうやってるみたいな感じがありましたけど、安倍さんも自覚的にやっぱやってるんだとは思いますね。国民に集団的自衛権の時に言い勢みたいなのを立ててパネルを2枚置いてこうだって言って、あれはまあ半島から、日本人が、まあ、アメリカの船に乗って逃げてくるみたいな話がありましたよね。で母が箱のイラストがあってもっと寄付してるみたいな、そういうのは意識的にやっていて、で今までの他の政党に比べたらやっぱり多分それが上手なんでしょうね、きっと。で分かりやすいっていう感じがにはなってるんだと思いますね。ただね、これ水島さんがさっき言ったけども、その中立って一見もっともらしいけどみたいにおっしゃった、まさにそうで、まあ、私はインチキだと思うけれども、その一見もっともらしいことは通用しちゃうんですよ。そこでツッコミが入らないからね。例えば集団的自衛権のパネルも、朝鮮半島からにいるアメリカ人が逃げてくるときは非戦闘員退避計画っていう NEO っていうのがあって、どこの国でもアメリカはそれをやっていて、これは米軍のサイトとか韓国のサイトに
行けば見れますけれども、例えば12万5000人を飛行機でグアムに出すんですよ。最初に3000メートル級の滑走路をこれを抑えて、ちっちゃいのもいくつ抑えて、でこの2週間で出してみたいなことはもう計画があるわけで、船で逃げてくるなんてことは基本的にないんですよ。っていうのは非戦闘員退避計画はどうも 3.1 の時も適用されて出してるんですよ。その時にアメリカの船が横浜に着いたなんて話知らないでしょ。全部航空機で出てるわけだから、あんな馬鹿げたパネルはありえない、軍事の話からすればと私は思いますけれども、それを言った放送局が一つもないし、新聞も一つもないわけで、あれをそのまま垂れ流したでしょ。そういう不勉強なメディアってやっぱあると思いますよ。そりゃそっちに載せられてる、反論ができないんだと思う。だけどそれはアメリカ軍のことをちゃんと調べれば今の話は出てきますよというのを思うんだけど、だから15事例なんて出したけれども、なんでみんな突っ込まないんだ、私不思議でならないですね。あっちの方がよく知ってると思ってるのかもしれない、そんなことないですよ。両方とも知らないで議論してるんですよと私は思うね。はい、だからそれも劣化ですよね。どっちがどうなんだ、メディアも劣化、見る方も劣化、政治家も劣化、みんな劣化しちゃってる。このままじゃ沈んでいくみたいに私は思いますけどね。中立について、これは申し上げたかったんですけど、国境なき師団ってありますね、 MFS か、MSF、エボラで大活躍しましたね。国境なき師団って1997年だったか99年かな、ノーベル平和賞を取ってるんです。1999年です。そのスピーチの一節でちょっと参考になろうと思うのがあるので、ここから先は国境なき師団のノーベル賞受賞の彼らのスピーチね。国境なき師団は1971年に正式に設立されました。自らをすぐ支援が行える存在にしようと決心したフランス人医師やジャーナリストのグループとしてスタートしました。最初からジャーナリストが入ってるんですね。人々の尊厳を直接脅かすことならば、場合によっては国家が行うことでも拒否するつもりでした。この次が大事なんだけど、沈黙は長い間中立と混同して捉えられており、人道的な活動の必要条件とされてきましたが、国境なき師団は活動当初からこの前提に異を唱えて設立されたのです。言葉が常に命を救えるわけではありませんが、沈黙は確かに人を殺し得ます。沈黙は確かに人を殺し得ます。28年間私たちはこの拒否の論理を、倫理をしっかりと守り変えずにやってきました。これは国境なき師団のホームページに載ってます、日本語訳でね。要するに中立と沈黙は混同しているっていうこと。国境なき師団ができたのはビアフラっていう話があったでしょ。ビアフラ共和国っていう、お腹だけポコンとくれたちっちゃな子供の写真がいっぱい出回った、あれが1968年とか7年とかあの辺の時なんですが、ビアフラの独立運動に独立に絡んで内乱が起きた時に、イギリスとかフランスとか全部バラバラに対立しちゃったんですよ。で、国際赤十字は国ごとになってるから、国際赤十字が全然うまく動かなかったわけで、写真ばっかり出回りましたけど150万人死んでるんですよ。で、飢餓といえばビアフラみたいにちょっとその定番みたいになりましたよね。後に完成して作ったのは国境なき師団なんです。その時ビアフラの時はみんな中立を守ったわけ、中立守ったんだけど何もしなかったんですよ。で、私も今回の その先ほど渡さんが出したそのペーパーには公正中立でねってお願いすることになってるんだけど、中立でねって言われるのは黙っててねって言われるのと同じなのではないかと私は思っています。だからそれは正しいんじゃないかというふうにやっぱ思わない方がいい。で、正しいかもしれないけど中立だと何もできない、黙ってると一緒で見捨てるだけだみたいなことはもう歴史を見れば明らかにあるわけだから、そういうのに惑わされないで、中立って何だろうと、黙ってることとどう違うんだろうと、何かやっただろうかみたいなことをやっぱり一歩一歩、メディアだけではなく医者、お医者さんの集団もそうだし、ジャーナリストもそうだし、
考えていかなきゃいけないと私は思っています。ではそのいいきっかけをその投げてくれたという気はしますよね。中立にやるというふうにお願いが出たから、じゃあその中立って何だいって考えるきっかけになったじゃないですかね。これもちょっと前の話になるんですが、そのもし公平中立な報道というものをその、まあ、実際にはないにしても定義するとしたら、それはあのこれある方が言ってましたけど、それは右とか左からの公平中立ではなくて、いかなる政治や財界にも支配されない、干渉されない、影響されないという自主自立の確保ではないかっていうのをですね、まあ、ある方がおっしゃってましたが、これまさに僕はそうだと思いますね。つまり報道番組とかに関して言えば、それはどこからの距離からの真ん中とか、これは右寄りだとか左寄りからじゃなくて、もう本当にもう支配されない、干渉されない、影響されないっていう、それを自分たちもう自分たちでもう確保するということが多分その前提なのではないかというふうに私は思っております。他にご質問ありますでしょうか。こちらの方から発言ありますか。何でしょう、例えば賛同を募ってその辺の今回はちょっと諸事情、まあ、とにかく選挙があるんでその前にやろうという話で、そもそも選挙まで2週間しかない間で準備がバタバタで始めまして、いろいろありまして、なかなか、まあ、10日間でやったんだけど、本当はその先ほども申し上げたようにここに賛同人リストなり賛同人のメッセージが何ページみたいにしたかったんですが、ちょっとできませんでした。でこれは今後、もう賛同の意思ありというメッセージをメールなんかで寄せてくださっている方が何人もいらっしゃいますので、そういった形人々をもうちょっと増やして、もう発表するのはもう一回記者会見ってわけにはいかないから、これは例えばちょっとサイトを新しく作って、そこでこういう声がありますよと、で今日は発起人とあと出席者何人かの発言が中心になりましたが、そういったところでは例えば放送を研究する方とか、彼も学生だと思うけども、学生の人とか一般のメディアに詳しい興味のある人とか、そういった人たちも名前と職業等を明らかにすればそのメッセージを寄せていいと、まあ、当然メールアドレスが分かるんですけど、そのようにして広い声をこんな声があるよというのを伝えていきたいなというふうに思っていて、まあ、ちょっとそんな年末忙しくなってくるんで、まあ、年内は無理かもしれませんけども、近々そういったことを呼びかけようというふうには思っております。賛同人を、まあ、増やす活動をちょっとやろうかなと思ってますので、これは例えば皆さんは今日は取材される側なわけですけど、いや私もそれ同感だよという人は取材その賛同人に加わってもらってももちろん構わないわけで、自民党の人も加わって構わないし、共産党の人も加わって構わないし、もう広く社会の声を、要するにいろんな議論があった方が世の中進むわけですよね、前に、というふうに思ってます。それをやろうと思ってますので、皆さん今後ともご協力をよろしくお願いをいたします。最後の話さん、うん、いいじゃん。それではどうも最後で今日はあまり天気も良くなくて足元もあんまり良くなかったと思いますが、今日はありがとうございました。ご協力ありがとうございました。